代々木公園公園とは、公衆が憩い、または遊びを楽しむために公開された場所。したがって、公共性が高い団体、組織によって供され運営されることが多い。対象となる場所は目的に適したように整備されるが、元々の自然状態を保つことが優先される場合も、ある。歴史的に庭園や遊園地と重なる、あるいは包含する概念である。公園には、 次のようなものがある。公園、シュチェチン、ポーランド公園は、公衆の利用を前提とする土地であるが、用地を確保し、施設整備を行う映像物公園と、地域を指定して、規制により質的な維持を行う地域性公園に、大別される。児童遊園、また、都市公園法での外区公園、動物公園、都市公園、森林公園などは映像物公園に、国立公園、 国定公園は地域性公園に属する。都市計画学や造園学などの分野で専門用語として使われる。公園は英語パブリックパークの訳語で緑地の一形態である。公園の語が歴史的にこれまで知られているところでは、北宋時代の書、洛陽名園記の中に不定公園という語彙が見られる。野間森と理想の庭園と公園の中にも、 立格比の落葉名延期は、当時の園を除したもので、不定公園、湖園薫氏、西園、両文木園、独楽園、周薫園等は有名なものであると記述されている。しかし不定公園や公園という用語については全く言及されていない。その後、庭叶えさんが、本峰公園の源流の中でこのことに触れ、北総の落葉名園記に、 不定公演なるものを乗せているが、その分にはにはひずしてを、表はすものと下せられる。なお、落葉名延期に挙げられたは現に論説するとは、異なるものであって、諸意の前例となすわけ家にはいかないと断定した意見を述べている。中国書、落葉名延期は、すでに、徳川時代の交渉随筆、気有小乱闘の中にも引用されているが、 不定公演さらに公演そのものに解説等で、触れるところはない。中国の時代をさらに遡ってゆくと、前島康彦が、東京の公演、その90年の歩みで、北義書の巻19中継僕12王伝に、また民の利望衝罰の法表現公演の G 級、無作品口とあり、また、東大の李エ樹の同書解説書、北史の巻18継僕12王した。 運長古清志、儀喪筆伝に、人情、王清しため、低周志士表現公演の G 級無行等との用語が使用されていることがすでに指摘されている。しかし、いずれも時代は古くてその内容も今日の公演の内容を類推することは不可能とされている。同時期に、江戸時代に、島根県津和野の和紙原八万部に公演の用語が用いられた。 法能学のあったことが発見され問題視されるようになって、このことについて、前島康彦、東京公演史はあるいは吉永義信、公演の語源等を通じて、周知のこととなっていく。前述の2は、本邦公演の源流の中でも、かなり詳しく言及しているが、木村三郎、河国、公演体力値論議の最高を問うでは、 しかしこのような辺境の産地の商販の示せ例が、文明開化の風潮の中にあって、果たして新政府の文明化路線の先例となり得たで、あろうかはは,なはだ疑問とせざるを得ない。還元すれば、今日の講演という用語はもっと別の視点すなわち我が、国の西洋文明化九州の過程の中から、発生した信号として究明してみる必要を、痛感せざるを得ないとし、 以下の通りとしている。パークまたは、ガーデンといった主張が最も的確に勝つ早々と、日本に伝達されたのは、岩倉大使一行の米王視察の記録と、木村は見ており、その中にパーク、ガーデン、スクエア、コモンなどの用語が使用され、その中で、パークについて特に興味のある記述も見られて、府中の人間府、オーサムムル主史派天然の過活を巧み、これに人口を、 かへておさむそうしばんゆうのちとなすにあり。なおぶところは天心を落むおかなめす。ニューヨークの破然苦人意にせえる。天心の美を、ひつへりと。ニューヨークはまた、これを、大理。皮膚の人はの山をも、手とすると、笑いふなり。両とはたがいに繁盛をきっうするちなり。そのたみのあゆずるらざることごとにこれの女子、うんぬんとあることで一向の脳裏には、 パークとはいかなるものなりやという正しい概念が把握されており、そこに公園すなわち正しくは、パブリスパルクという概念も合わせて得得されていたとされること、そして、どう、回覧実機の中には、公園という表現よりも、むしろ公園という表現が目立つのも、その詳さとしている。公園の概念は、イギリス市民社会の成立と、同時進行で形成された。 良好な環境を享受する権利や散歩などの運動を行う権利が市民の持つ当然の権利として主張され森林法と森バンが市民を遠ざけていた王の私的な狩猟園地林園を公衆の利用に開放したものが公園の始まりである。米国においては王がいなかったのでパークはパブリックパークの意味である。逆に狩猟園地をゲームパークと呼ぶ。 日本の公園は、明治時代以降に開設された。これより以前に、江戸時代には、仙台に、桜の馬場現在の竜岡公園など各地に、馬場が存在し、社寺境内と同様に鑑賞樹木を植栽し、見せ物小屋や社的茶屋などが出展しにぎわいを見せていた。明治に入ってからは、神戸の外国人居留園と、北海道開拓市開楽園現存せず、 横浜の山手公園が存在した。明治期に入ってから、すぐのものは、居留地の外国人専用などであり、日本国民にとっては、公園ではなかった。新潟市の白山公園から1873年の大上官布告により指定された公園の一つ。日本では、1873年1月15日の、明治6年大乗館布告第十六号において、 三府を、市、人民服装の地に、して、古来の家畜名人の旧跡地東瀬まで、群衆遊館の場所、東京にお手羽金達山戦争時、東栄山寛栄寺境内の類、京都にお手羽屋坂社、清水の境内、嵐山の類、総手社寺境内女地ある派公有地の類従前郊外、女地に属する文派英久万人快楽の地、都市、公園とか非想定に府、 府県にお手見議事承託費、その景況虚債取り調べ、図面装典へ、大倉昌平伺外で閉じ。明治6年大上官布告第16号と定め、上知令により、旧社寺地等を接収し公演としたのが、映像物公演制度の始まりである。この布告で1873年3月25日国内最初の5公演が正式指定され、 1887年頃までに、約80カ所の公園が全国で設置された。江戸期から、継承地とされ、明治期に公園として開設された、松島、天の橋立、秋の宮島や大名庭園である、開楽園、兼六園、後楽園などの公園の一部は19、1919年制定の、旧史跡名称天然記念物保存法により、 著名なる公園及び庭園として名称に指定されていった。なお、1951年に当時の建設省から各都道府県知事に公園施設基準が通達されている。これにより、運動場と緑地計画標準案にある運動公園とを区分している。またこの時、公園内の施設についての条件規定を定めた。都市公園法の交付施行によっても、 明治6年の大上館二つは廃止されておらず、依然として生きている。公園制定の法は、過去に、東京市区改正条例設定、特別都市計画法による、特別都市計画事業、新都計画による公園がある。都市公園法では、法令制定前に、国有地に存続していた公園について、管理者である、地方公共団体には、 無償貸し付けとし、国有財産法上は、普通財産にしている。世界的に、国立公園の指定の機運が高まり、これに対応して、旧国立公園法が1931年に、制定され、地域性公園が始まり、1957年の自然公園法に引き継がれた。地域性公園は、自然公園法に基づく、自然公園に代表され、国または、 地方公共団体が一定区域内の土地の権限に関係なく、その区域を公園として指定し土地利用の制限、一定行為の禁止または制限等によって自然景観を保全することを主な目的としている。また、海を含む国立公園、国定公園、国営公園の中に海中の魚類資源の保護を目的として海中公園が57カ所で指定。 海中公園とは、優れた海中の景観を保護し、その景観を大切に利用するために、国が指定する地区である。神戸市の再度公園2007年に、都市公園としては初めて国の名称に指定された。都市公園にあるガゼボ。映像物公園について長く法整備は遅れていた。1956年の都市公園法により、 体系化され公園の整備基準等が定められた。都市公園は、都市公園法第2条及び都市計画法第11条第1項、第2項に該当する土地で、同法では、園路、広場、花壇、砂場、植物園、動物園、野外ステージ、プール、陳列館、売店、駐車場などを備えた敷地としている。都市公園法に規定される、都市公園には次のものがある。 国営公園広域的な利用に供するもの及び国家的な記念事業として設置するもの。地方公共団体が設置する都市公園外区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、広域公園等々映像物公園は厳密には都市公園法に基づく都市公園に代表され国または地方公共団体が 一定区域内の土地の権限を取得し、目的に応じた公園の形態を作り出し一般に公開する映像物で都市公園法に基づき、国、都道府県、市区町村が設置、管理している。自治体等の都市計画関連部署は都市公園法で規定されている都市公園を呼び、特定地区公園を所管する。公園に設置できる施設は以前、トイレや休憩所。 災害用倉庫などに限られていた。2017年6月施行の改正都市公園法で、保育所や学童クラブ、高齢者福祉施設などが加えられ、レストランも出店しやすくなった。類似しているものとして、旧厚生省所管、児童福祉法に基づく、児童遊園、厚生年金による、年金公園などや市区町村の条例に基づく、公園などがある。 なお遊園と名乗るものやパークと名乗るものは、例外はあるが大抵は、法人経営のものである。住区機関公園、都市機関公園、大規模公園複数の市町村に住む、広範囲の住民が利用することを目的とした公園。特殊公園風地公園の設置橋公園風地公,公園、動物公園、植物公園、歴史公園、母園を言う。なお植物園や動物園は、 博物館法という日本の博物館の基本法の定義では同じ社会教育機関として位置づけられてもいる。植物公園の中には近年の施策として都市住民の緑化意識の高揚と植栽知識の復旧等を図り都市緑化の推進に資することを目的に緑の相談所や教材園を設置した都市緑化植物園などがある。歴史公園については 日本の歴史公園百選なども参照。母園とは、墓地、埋葬等に関する法律、第2条第4項に規定する墳墓すなわち死体を埋葬し、または小骨を埋葬する施設の集合を包括する、一団の土地で、性的な公園の機能を合わせ持つ施設を言う。東京図書館では、多摩霊園、矢柱霊園などがある。国営公園国営公園は、 複数の都道府県の住民が利用することを目的とした公園。国営なので通常は国土交通省管理運営。また近年の施策としてオートキャンプ場の整備が国や自治体を中心に積極的に推進されており、質の高い快適なオートキャンプ場を続々新設するなど施設面での環境整備を進めている。干渉力地干渉力地は 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和もしくは、コンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等々分離遮断することが必要な位地について、公害、災害の状況に応じ配置する。都市緑地として、都市の自然的環境の保全並びに改善。 都市景観の向上を図るために設けられている緑地であり、一箇所あたり面積0.1ヘクタール以上を標準として配置する。ただし、規制市街地等において良好な麒麟地等がある場合あるいは緑化樹木を植樹することにより、都市に緑を増加または回復させ、都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合に、あってはその規模を0.05ヘクタール以上とする。 都市林種として、動植物の生息地、または生育地であるキリン地等の保護を目的とする都市公園。都市の良好な自然的環境を形成することを目的として配置する。緑道緑道は、災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区または、 近隣住区相互を連絡するように設けられる、植樹体及び歩行者路または自転車路を主体とする、緑地。福音10から20メートルを標準として、各都市施設を相互に結ぶ、要配置する。国民公園は、環境省設置法に基づき、環境省が維持及び管理を行っている公園。公共外苑、新宿御苑、京都御苑の3カ所と千鳥ヶ淵戦没者墓苑、 特定地区公園都市計画区域外の一定の町村における農村漁村の生活環境の改善を目的とする公園。面積4ヘクタール以上を基準として配置する。第3次全国総合開発計画の地方、定住構想の趣旨を受けて都市計画区域外の一定の農産漁村の地域において住民の文化、スポーツ面で 都市的な施設に対する要求に応えるとともに、生活環境を改善するため、都市公園における地区公園相当規模の公園に、応じ、1990年から補助が行われている。防災公園東京臨海広域防災公園。防災公園とは、地震に起因して発生する、市街地火災等の二次災害時における国民の生命、財産を守り、 大都市地域等において都市の防災構造を強化するために整備される広域防災拠点、避難地、避難路としての役割を持つ都市公園を呼び干渉緑地としている都市の中に確保されたオープンスペースは都市災害の避難場所という安全性向上の役割や都市環境の保全というような役割があるが都市の公園や 緑地も本来防災機能を有しており、多くは従来から避難地に指定されているが、防災ちづくり防災公園にある通り、防災的役割を担う都市公園の中でもとりわけ高い防災機能を持つ都市公園を国土交通省が整備を推進している。防災公園はその規模や機能により都市公園を次の5種類に区分される。 広域防災拠点の機能を有する都市公園。広域公園等広域避難地の機能を有する都市公園。都市機関公園、広域公園等一時避難地の機能を有する都市公園。近隣公園、地区公園等避難路の機能を有する都市公園。緑道等石油コンビナート地帯等と背後の一般市街地を遮断する干渉緑地。さらに、この他に、 身近な防災活動拠点の機能を有する都市公園をも含めて防災公園等と称している。災害等の生命に関わる緊急時において、これら防災公園は防災関連施設と連携し活用され、地域防災計画や災害復興計画等に基づいて運用される。平和公園記念公園何らかの出来事等を記念して設置する公園で、 記念公園という名称の公園となることが多いが、名称に記念の文字がなくても、都市公園等で大規模なものは大概何かを記念して、公園を設置しているケースが多い。森林公園、前田森林公園自然生態観察公園都市下の進展による自然環境の減少に伴い、都市内において野鳥等の小動物と接する機会が減少している一方、 野鳥や昆虫等と身近にすることへのニーズは年々増加し、都市内において小動物のオアシスとなるべき質の高い緑地環境の保全創出を図る必要から都市に自然を呼び戻し人間と生物が触れ合える拠点整備を目的とした公園。県民の森市民の森触れ合い公園高齢化社会に対応した。 都市公園整備の一環として、期間公園から大規模公園までを対象に、高齢者と子供が共に楽しめるように配慮した都市公園として整備される公園。通常の公園機能に加え、ゲートボールや簡単な球技のできる多目的広場を設置するものとしている。地域活性化拠点公園産業転換を図ろうと、する業種の工場、倉庫跡地及びリゾート地域、 これらを地方公共団体により、都市公園の整備、及びこれと一体となったリゾート施設を、民間活力の積極的活用により整備する、ことにより、良好な環境と景観を備え、公開性を有し、低廉な料金で利用できるリゾート施設等の整備を、図ることを目的としている。相互に関連した次の3区域からなる。都市公園区域、都市計画公園区域。 民間施設区域広場公園交通公園高槻上席公園内の交通公園交通公園は児童の健全な遊戯と合わせて児童に交通知識や交通道徳を体得させることを目的として設置される都市公園で園内には信号機、横断歩道、道路標識など道路を模した施設が設けられており 遊びながら交通ルールを学ぶこともできる仕組みになっている。自動車の急増と児童の交通事故が大きな社会問題となってきた背景を受けて1962年発行交通公園設置運営要領により定められ、1963年11月に国内初の交通公園兵庫県立西向子公園が開設された。 大通公園100メートル道路などに面して作られる、細長く伸びる、大規模な都市公園で、成り立ちから考えれば、当然のことながらこれらの公園は、公園というより、広く作られた歩道という印象を持つ。大通公園、大通公園、久屋大通公園などがある。保存緑地と公開緑地保存緑地は、緑の保全を図るため、樹林地、樹木等、 保存緑地として指定する制度で、各自治体等で条件に該当するものを指定の対象としている。公開緑地は、緑の活用を図るため、公開できる緑地として指定する制度で、都市計画区域内において、有給となっている、指摘空間地について、土地所有者と地方公共団体との間で土地の使用について、契約を結んで施設の整備を行い、整備後は、 都市公園として設置する。自動公園的な利用が図られる、自動公園型や既存樹林を利用して、林間レクリエーションの場を提供する市民の森型などに分類することができる。健康運動公園、ウェルネスパーク第四次都市公園等整備5カ年計画で、グリーンフィットネスパークを事業制定し、その後天皇陛下五在位60年記念事業の一環として、 地方公共団体が整備する記念健康運動公園の設置要項について昭和61建設省と公緑発64で天皇陛下御在位60年記念健康運動公園として1986年に建設省が活力に満ちた長寿福祉社会を形成するため高齢者、障害者を含むすべての人がそれぞれのライフステージに応じた健康づくりや 余暇活動ができるよう、厚生省と連携調整を図り整備された都市公園のこと。主な施設内容としては、日常的にジョギングや体操など手軽な運動が行える多目的広場や健康運動に係る施設などがある。合計で百数十箇所の健康運動公園が指定、整備された。その他の省庁、自治体他が関係する造営物公園には、 次のような事業等により、次のようなものがある。河川公園河川公園は一般には、河川法第6条第1項に規定する、河川区域内に設置する公園。河川法に基づいて行われる河川整備事業のうちの、河川環境整備事業での、環境護岸、せせらぎ水路、散策路等の整備を行う、稼働整備事業と、河川水面利用の適正化や推進を図る。 河川利用推進事業などで設置されたりするが、大半は都市計画法第11条第1項に規定する都市施設を除いたものである場合が多い。河川区域の内ダム周辺を整備する事業は、主にダム建設事業完了により生じたダム湖、貯水地周辺の跡地を整備して公園化するものであるが、これも都市公園にしない場合が大半である。 海岸環境整備事業水産庁が所管する環境整備事業で国土保全との調和を図り国民の休養の場としてその利用に供するため海岸環境の整備を行い合わせて快適な海浜利用の向上及び背後地の生活環境の保護に資することを目的としている港湾環境整備事業級運輸省所管の環境整備事業で主に海岸のおで春節の 港湾公,公害防止対策事業、廃棄物処理を目的とした、廃棄物処理施設整備事業のほか、緑地の整備や海域環境の改善、自然再生などを目的とした、港湾緑地等整備事業がある。港湾を場とする、物流活動生産活動の集中等に伴う、港湾環境の悪化に対処するとともに、 緑の港として市民に憩いの場を提供することを目指して昭和48年度から港湾における緑地、広場等の整備を行う港湾環境整備事業を実施している。翌年から東京、大阪、直江津等64校で事業費58億円をもって緑地、広場、植栽、休憩所等の整備を行い始めた。また、 公安環境の保全のための事業として、公安公害防止対策事業、廃棄物処理施設整備事業等も行っている。海上公園海上公園は、公安施設に設ける、都道府県の公安局や農林水産部等で設置、所管する公園の総称。通常は、都道府県が公園事業化計画を立て、場合によっては、地方自治法第二百四十四条の二第一項の、 規定により、設置及び管理について必要な事項を定め、運営する。名称としては、海浜公園、不登公園、海釣り公園などが当てられている。公安緑地公安法、第2条第5項第9号の3に基づく、公安環境整備施設として整備された公園を指す。地方自治体の条例によって、防災拠点緑地、避難緑地、緑のオープンスペースの確保。 埋め立てにより失われた水際線、動植物の生息環境の復元、さらには、臨海部の就業者の就労環境を呼び、住民の生活環境改善を図るなど、地域の特性に応じた整備を行っている場合が多い。また、港湾に立地する民間事業者の協力のもとに、港湾管理者がその用地を借り上げて、浸水緑地を整備することや港湾を場とする。 物流活動、生産活動の集中等に伴う、港湾環境の変化に対処するとともに、緑の港として市民に憩いの場を提供することも目指している。1973年の港湾法改正で制度化された、砂防環境整備事業砂防法第2条の規定による砂防指定地内において、優れた自然環境や社会的環境を持つ、 地域等の渓流において自然環境との調和を図り、緑と水辺の空間を確保することによる生活環境の整備、または景観、浸水性の向上や生態系の回復等を図り、周辺の地域環境にふさわしい良好な渓流環境の再生を目的とする。都道府県知事が施行する。 砂防工事のうち、特に軽流環境の整備が必要と認められるもので、次の各校に該当するものを公園化等を実施する。一件あたりの事業費は3億円以上が対象。農村公園、農業公園農村公園、農業公園は、農林水産省所管の農村生活環境基盤整備事業の施策にある。憩いの村旧労働省所管。 全国に建設した勤労者のためのレクリエーション施設。子供の国子供の国は、休校聖書を所管。不どきの不ふどきのは、文化庁が所管。地方の代表的な遺跡を中心に、遺跡の周辺を整備して、その地方から発掘された埋蔵物などを収蔵展示する立派な資料館があり、公園のような作りになっているが、憩いの場所というよりも、 むしろその地方の歴史を学ぶ場という形態をとっている。ところによっては、歴史公園として登録されているものもあるが、公園として登録はされていないものが多い。自然の中で私たちの祖先が残した遺跡に触れながら、古代のロマンを思うことができる、憩いの場所である。史跡公園文化庁の文化財保存事業、史跡等活用特別事業などにより整備される、公園。 指定を受けるためには遺跡が国の史跡指定を受け取ることが必須条件である。ふるさと公園地方部における都市公園の整備の推進と中心施設として地元と都市の協力によってコミュニティビレッジ等の施設や農林業、体験施設などを整備し、それらの施設の活用によって都市部と地方部の居住者の触れ合いを推進する公園。 ふるさと創生公園旧自治省書館のふるさと創生事業ふるさと創生基金や地域づくり推進事業、地域総合事業によって作られている。例えば支援事業リーディングプロジェクトで新潟県では福島方生態園整備事業により福島方の失われかけている自然環境を復元し、 多くの人々が自然と触れ合い、自然を学習する場となるような公園を整備。ダム公園は、自治省が進める、神話と鉄をテーマにした、広域文化圏観光ルート事業の一環として、取り組んだもの、がある。鉄道公園買い物公園北海道旭日川市の、平和通買い物公園や仙台市の一番町四丁目買い物公園。 一番町一番街買い物公園参照などがあるが、これらは歩行者専用道路である。オリンピック公園ポケットパーク本来は、ニューヨークのペーリーパークのようにかなり、小さな敷地に設ける公開施設の意味で、都市生活の中での潤いや、休憩のために整備される、市街地の空地や、建物前の小広場等を利用して設けられる、比較的小規模な空間のこと。 公有地に限らず、ミニ有地の借用も含めて、バス停など、道路施設を中心に整備されたりするほか、道路予定地を仮に施設整備しておく際に設置される場合もある。一般の公園と比べて、規模は相当小さいが、都心部等オープンスペースの少ない地域では、魅力的なくつろぎの空間となる。詳しくは、ポケットパークを参照。 エアフロントオアシス空港近くにある公園。エアフロントオアシスを参照。都市公園以外の公園とは、都市公園以外の都道府県立または市町村立の公園、または緑地を言い、当該自治体が当該公園、または緑地に設ける公園施設に準ずる施設を含むものである。自治体で公園条例及び公園条例施行規定などを制定し、 法公園施設を言うなどと規定している公園施設で名前の最後に公園としているものや広場としているものは大抵この類である。また立体公園制度がない時代に浄化センター等に設置された屋上公園などはこうした措置を取って設置している。宿川公園も都市計画道路として事業を決定したので正式名は 宿川河川敷緑地としている。個人私有地であっても、公園と名乗ることに対しての罰則規定等は存在しない。したがって、福島県にある花見山公園のようなものも存在することになる。また、法人経営の強羅公園のようなものも存在する。設計案ができるまでの大まかな流れは以下の通りで、1、公園予定地の境界測量後買収。 2. 公園予定地の地形測量。3. 設計を担当するコンサルタントの選定及び決定。4. 受注者と現場動査及び余り条件のインプット。5.1時。整備計画案の作成。6. 当該町内会等周辺地元説明。7. 地元説明会による変更事項を指示。八訂正案の説明了解。九工事説明会。十工事着手。 などと進行する。上記の一時整備案作成までに、敷地条件を把握するために独自に、現地倒査を行うとともに、敷地固有の歴史風土等のヒアリングを行い、設計に反映させる。また、最近の予定地が複雑な地形のため、図面表示だけでは理解しにくい上、住民に理解を求ある上でも、模型の作成や、 スケッチ等のプレゼンテーションが必要になる場合が多く、理解を得るためには、市より指示されなくとも、自主的に作成することが多い。また、パートナーシップやワークショップによる、講演づくりにおいても、担当コンサルタントでは、前提条件調整段階と判断される、住民会議、住民による、整備計画案のサポート、講演見学会、 計画案絞り込み会議等の出席や作業を厭わず行う。建築コンサルタントが関与する場合、彼らは模型の作成やスケッチ等のプレゼンテーションが日常的であるが、植物と生物素材に対してもよく学習している、上、新たな領域である公共造園に非常に興味を持つ傾向が見られる。国土交通省監修土木工事積算基準では、 公園工事とは、公園及び、緑地の造成整備に関する工事にあって、次に掲げる工事。敷地造成工、園地広場工、植樹工、芝付工、花壇工、日陰棚工、ベンチ校、池匠、遊戯施設校、運動施設校及びこれらに類する工事としている。日本には公園に関する組織として、一般財団法人公園財団がある。 1974年、全身の公園緑地管理財団が創設され、2012年4月1日に、一般財団法人公園財団に改称した。1974年の財団設立以来、国営公園の管理運営、全国各地の都市公園等でのマネジメント業務を実施。これを通じて、日本の公園とレクリエーションサービスの向上を図ってきた。このほか。 公園に関する調査研究機関である公園管理運営研究所を併設。公園緑地の管理運営に関わる技術開発のほか世界の実情動向も踏まえた専門家の育成や花と緑の文化普及と啓蒙活動にも取り組んでいる。ありがとうございます。